前回のあらすじ。ダイバースーツを強化したデイブは手に入れた銃器を試しながら深海に突入。依頼されていた巨人族文明の遺物を回収したその時、噂の超巨大タコさんがついにデイブの前に現れた。その後デイブはなんとか帰還し、完全に復旧した店を訪れる。そしてデイブたちの番拠師はお店の宣伝をするため、クスタという SNS を始めたのだった。今日も元気にエブリデイ、いつだってオールウェイズなレイムです。小泉オープニングやめろ。ってことでパート5やっていきましょうか。っていうかもう5パートもやったんだな。他の人の実況とか見てみると私たちがまだやってないとこをパート3とかでやってたりするんですよね。うちはセリフの読み上げとか完璧にやってるからな。まあのんびりやっていきますよ私たちは。ってことで本編に行きましょうかね。もう夕方か。だいぶ疲れてるけど、お手伝いしないとね。番長さんを一人で働かせるわけにいかないし。もう優しすぎるんだよねデイブは。そんなんだからいつも不憫な目に遭うんだよ。お客さんもどんどん増えてきて二人で切り盛りするのは大変だな。いやまずコブラはなんで手伝わないわけよ。番長氏原案者はもっとお店に貢献するべきだろ。ということで今日も京都で営業していきますけども、今のセリフがあったってことはワンチャン今後従業員を雇えたりするんじゃないか。確かに前回始めたクックスタの影響でお客さんも増えるだろうし一生二人ってことはないだろうね。とりあえず今はお店に向かおうぜ。よっしゃ労働するぞー。闇深く聞こえるからやめようか。え、何勝手に入ってきてんのこの人。まだ開店してないはずだよな。いや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 困りますってお客さん。何当たり前のように入ってきてんだよお前は。ジロ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 。めちゃくちゃ店内を見てる。っていうかこいつ日本人じゃねえか。ヨシエって言ったら白塗りされたゆっくりまんじゅうのあいつしか思いつかないけど。ここが番長さんの寿司バーなのですね。ふむ。早速クックスターを見て駆けつけてきたのかな。それで勢い余って開店前に入ってきちゃったと。番長知ってんのこの人。セリフの割に全然驚いてなさそうだが。クックスタで最近バズっていると聞いて伺いました。お店の名前を見てまさかと思いましたが。いやまだ1回しか投稿してませんよ。しかもフォロワーも10人も行ってないぞ。一風変わった食材を用いた料理、他のどこにもない味、ぶっきらぼうだがクールな料理長。だからそんな投稿一つもありませんって。お前は有益なタイプの捏造記者かなんかか。おお、僕のことはなんて書いてました。別に何も書いていませんでしたよ。いつものごとくデイブがかわいそうすぎる。とにかくここに何か用事でもあるのか。ミスヨシエ。いろいろと、その前にお店の様子を見たかったのですが、相変わらずのようですね。っていうかお前ら二人はどういう関係なんだよ。戦で共に戦った盟友的な。それはさすがにないと思う。特に改めるところはないと思っている。今はただ響き耐えながら精進あるのみだ。まあやっぱり、そこがあなたのダメなところです。あの時だって私の話を聞かなくてホテルを追い出されたでしょう。吐きだめを見るような仕草で世界ナンバーワン取れるでしょこの人。っていうかホテルを追い出されたってどういうことだ。またその話か。あれは食べもせずに料理を判断した客人に落ち度があったのだ。あ、つまり番長の理念を押し付けた結果職を失っちゃったわけだ。そんな時コブラと出会った的なことかな。いつまでお客様に対してそんな態度を取るつもりですか。そんなだからこんなおぞましい料理を出すことを思いつくんでしょう。おぞましい料理だって。眠り深の頭の丸焼きは立派な料理だね。眠り深の頭の丸焼き。そういう魚の頭だけを料理として出したのか。サメ料理は洋の東西を問わず様々な形で調理されてきており、韓国では祖先を祀る儀式で備えたりも。ストーク。本当に相変わらずね。では食べて判断いたしましょう。じゃあつまり私たちが眠り深とかいうサメを取ってこなきゃいけないってこと。サメって言ったらいろんなタイプがあると思うが、ブルース系のサメだったら無理ゲーだぞ。よかろう。では勝負といこう。眠り深の真の味をお主の魂に刻み込むとしよう。いきなり勝負だなんて。番長さん、デイブ、これは料理人としての誇りをかけた決して退けない真剣勝負なのだ。眠り深の頭とオリーブオイルの仕入れを頼む。おー来ましたねご依頼。やっぱ眠り深と戦うことになるみたいだな。私たちに勝てる実力があるかどうか。ふふ、あいつの存在を忘れてもらっちゃ困りますよマリサさん。前回私たちはトリプルアクセルという銃を手にした。あーなんか設計図完成させたんだったよな。世界最強のサメだかなんだか知らないが、それをもってすれば2発で倒せるってもんよ。トリプルアクセル過信しすぎだろ。眠り深はボートから右方向の宴会を主な生息地としている。だそうなので明日にもちゃちゃっと討伐しちゃいますかね。とりあえず今は視野の栄養だな。ということで今回もやっていきましょう。ワクワクメニュー追加さよー。深海に進出したから新メニュー三昧だぜ。っていうかネタ選択画面の右下のさ、強化ってのはどういう風に強化されるんだろう。味が向上して満足度が高くなるとかそういうのなら容易に想像できるが、じゃあ試しにこの赤って名前にあるくせに青いサギ魚を強化してみようか。あ、やっぱ値段とか満足度とかが上がるってことで合ってるな。お金とか消費しないっぽいから強化列号。うわ急にすげえムービー。はい、一丁完成いたしやした。ってな感じで強化完了いたしました。強化するたびにこのムービーが入るってちょっと面倒じゃないか。今後必要になったら他の魚も随時強化していこうか。そういえば眠り深の頭の丸焼きを作るには料理研究ってのをやる必要があるらしいんだよね。また番長のムービーを見せられるってことか。じゃあ早速研究しちゃいましょっか。いやその雷はなんだよ。おー唐突なマジシャンズレッド。
よし、これであとは眠り部下を倒すだけだね。それにしても毎回毎回ムービーが面白すぎるんだよな。とりあえずメニューはこんな感じでいきます。メインは新しく見つけた魚で、とりあえず安心安全あんかけの冠部隊って感じだな。それでは番挙司会店でございます。いらっしゃいませー。あ、ヨシエはそのまま居座るんだな。そのままいられても料理は出てきませんよ。ではいつものごとく倍速いっちゃいましょう。それではラストオーダーどうぞ。今回はお客さんが少ない印象だったが、ヨシエがずっと居座ってたからじゃないの？疫病神かヨシエは。ってことで本日もお疲れ様でしたと。いや、番長評価マックスじゃねえか。しかも売り上げは過去最高で94ゴールド。多分クックスタの影響でチップが多くなってるんだぜ。明日もこの調子で頑張ろう。いや、なんでベーコン博士が来てんの？今度は何の用なんだよ。ヘイデイブ、ラッキーな知らせがあるぞ。この人が言うラッキーってのはこの人にとってのハッピーなことだからね。あんまり高望みしない方が良さそうだな。君が持ってきてくれた異物を分析してみたところ、珍しい成分がたくさん検出されたんだ。非常に深い海溝で凝縮された鉄分のようだが、固有の波長を発散していてな。それでその波長を追跡するレーダーを開発してみたわけさ。つまり魚人族文明に関するものをこのレーダーが感知してくれるってことか。それも私たちに直接的な利益はないんだけどね。ってことでまあ作動テストをしてこいとのことですね。今日はろくに魚取れそうにないな。え、何この表示？新しい投稿がありますってことは、身内の人がクックスタで私たちの店についてつぶやいてくれたんじゃないか？それじゃあせっかくだし見てみましょうか。お、これは知らないお客さんだな。一応賛辞を呈してくれてるね。とりあえずアンチではないみたいでよかったぜ。ならちゃんといいねはしておきましょう。こっからは割愛するが、この人もちゃんと絶賛してくれてるみたいだな。一応一通り目を通しておきます。これベーコン博士の投稿じゃん。一方的に依頼してくるだけじゃなくてちゃんとお店に来てくれてたってことに驚きだよ。魚人族の異物とは、今日は実にラッキーデイです。こんなめでたい日にはお祝いに寿司を食べねば、ははは。まあいつものベーコン節が出ちゃってますけども。いやー、ちゃんと良心的な人ではあったんだな。それじゃあ次に行こうぜ。な、こいつは、やはりかの魔物がここに出没していたか、と、投稿内容をすぐに確認するのだ。ここのお寿司、美味しいわ。変なおじさんが運んでくるところは気に入らないけど。ということで、エリーさんから最悪の評価をいただきましたね。こいつ今後も定期的に出てくるのかよ。そしたらかなりきついぞ。てか134とかいいね多すぎるでしょ。こんな性格でも大学では人気者なのか。それじゃあやることもなくなったので、果てしなき海の世界へゴー。もう突っ込むのめんどいわ。さて今回はミッションが2つあるんだよな。魚人族文明の異物と眠り部下討伐だね。とりあえずどっちを優先するつもりだ？まあ早くスタック増やしたいところではあるけど、ストーリー的には異物が先だと思うから、まずはこのレーダーの指し示す方向に行こうか。125メートル右下か。右の方向ってことは到着するまでに眠り部下に出会えるんじゃないか？まあでも出会ったとしてもトリプルアクセル持ってくるの忘れたから。いや何してんだよ。もし遭遇したら一目散に逃げようかな。普通の銃で倒せるほど眠り部下も弱くはないだろうからな。まあそんなこんなでレーダーの方向に向かいましょう。あ、やばい、カスミついちゃった。このゲームはイカに近づくとイカスミを吐かれるんだよな。まあある程度は見えるから損害はないけどね。え、なんかその右変な感じになってないか？いや待って待って、流されてる。なんか海流みたいなのがあったみたいだな。くっそビビらせやがって。でもこんくらいすぐ元の場所に戻れます。また流されてるけど大丈夫？電源撤回します。いやこれ状況かなりまずいんだけど。海流が止んだ瞬間に隙を見て脱出する作戦ならいけそうだぜ。残り酸素的にもやばいから急ごう。よっしゃ、やっと脱出できたー。意外とタイミングがむずくててこずってたな。よし、早く異物を回収しに行こう。わお、ここで間違いなさそうだな。どれどれ、ふむ、信号はあの奥の方から出てるようだな。石柱に見たことのない文字が書かれてますね。いや、どれのこと言ってんの？暗すぎて私たちプレイヤーにはよく見えないな。まあ多分ここら辺にあるんだろうけど。ふむ、何か道具があればあの石積みをどかして中に入れると思うが。じゃあ今はまだ入れないんだね。ちょっと残念だぜ。え、何この声らしき音？吹き出しが出てるってことは誰かの声だよな多分。何々ちょっと怖いんだけど。ここで聞こえたってことは魚人族の奴らの声ってことなのか？またまた不気味なイベントでしたよ。もうていうか今のイベントも重要だったけど。残り酸素大丈夫そ？最終回も見ていただきありがとうございました。まだ終わりじゃねえわ。